栄橋は、新潟県十日町市大浅清地浅前島大浅、下町浅熊原の信濃川に架かる国道252号の橋町402.6メートルの桁橋。百五十二年七月四日に、吉村、上野村、下町村、千田村、新人村の五村によって、信濃川下同盟会が結成され、下運動が開始され、昭和の大合併後も、 川西町、東日、城市、小千谷市に継承された。1959年7月23日に、新潟県議会で、品濃川河橋が決定され、10月30日に、寄港された。河橋市は、上流湾と下流湾が提唱されたが、位置が決まらず、県に一任された。このため、1959年10月10日に調査が行われ、上流湾は、 川幅が広く乱流が見られるため、工費が多くかかること。下流案は、水勝部で洗い掘りの恐れがあることから、二重過剰下流地点に決定され、10月23日に、詳細調査の結果、下橋地点が、桑原の私の上流、約200メートルの大あ崎落ちあ前島大あ下条あ崎桑原に決定された。工事は右岸取付時から着手され、 総工費約1億7000万円を費やして、1964年11月12日に、京梁東岸取付道路、左岸取付道路が開通した。共鳴は、一般公募を経て、当時の新潟県知事である、北村和夫により、八坂に通じる坂江橋と名付けられた。ありがとうございます。